ちょっと待て。ちょっと待て。あー、助かった。んだこいつら。どうしろってな。こっちか？こうか。なるほど。なるほどね。あいつら下でも生きてんのか。こいつらの茎の部分。あーい。あーい、ありがとう。はいはいはい。危ない、ちょ、飛ぶな、飛ぶな。茎の部分狙っていけばいいのか。倒し方は、うおー、マジー、閉まんのかい。倒し方は何通りもあるよって雰囲気。一個だけじゃないぜって感じだよね。あ、なんだこいつ。何あれ。ちょっと待ってー。ファイ注目対象の名称、スタルヘッド。太古の昔から生息している三つ股の骸骨蛇です。死してなお人を襲う執念を持ち続けています。この呪われた蛇を倒すには三つの頭を同時に破壊するほかないものと分析。倒した数は0体。これまで敵との戦闘相手は戦闘回数がまだ少ないためです。そんなのも教えてくれんの。同時に倒す？そんなのトアプリでやったけどさ。違う違うな。攻撃後の隙か？ OK、 来た。頭に当たればいいんだな、首狙うというより。頭が一定のラインにあれば別に、こう、斜め切りとかでもいけたのかもしれない。回転切りの方が強いみたいな感じなのかな。はぁ、あ。いや、楽に抜けたな、意外と。最後の部屋は、ああ、なるほど、そういう風になってんのか。キエー！はい、しんどけ。あ、間違えた。これ正解だよな。飛ぶのこれ。誰だ飛ぶって言ったやつ。いや、合ってそうだけどな。いや、これ合ってるわな。飛ぶんだろうな。今絶対悪かったんだもんな、場所が。間違えた。R 押しちゃうな。あ、失敗した。今もうあれがないんだよ。弾が。これで真ん中と繋いどけばいいのかな？ここ繋がったからといって、だもんな。え？これどうやって取るんだろう？隙間に入れるわけじゃないっぽい。かといってどっかに隙間があるようにも見えんが。めっちゃキノコで阻まれてるけど、なんかあんのかな、ここ。
あっち側とつながってそうだった。これだけ？もしかしてこれだけですか？あ、これだけですね、これ。お金回収してきてくれた。これの取り方わからん。どうやって取んだろう、これ。しゃあ、行ってこい。なんか上に行っとけばなんかあるだよ。あ、これだ！頼むー！あー！どこだあれ？ここか？適当に飛ばしたのに正解見つけたっぽいな、今。フラフラするなぁ。よ、くそ。ああ、くそ。正解は分かってんだかな。答え分かってんのに届かないもどかしさ。こっからちょっと落とし気味で。オッケー、ナイスヒット。ふぅ、取れたー。また今回のシリーズも最終戦までに、どうせ取り逃し回収するけど、取れるやつは取りに行こう。さてと、ツタがあそこにあるね。あそこに宝箱あるけど、あのツタは切っちゃうのかな、下手すると。え、これ嫌いなの？こいつ。もしかして。あ、待てよ。バカが来たぞ、バカが。あ、クソ！やりたいことは分かってくれると思うんだけど。ちょっと待てよ。これならもう正面から狙った方がいいか。ふぅ。向こう行くのがいいのかな。パチンコないんだよな、弾が。さっさと当たってくれ、リンク。こんなところに長居はしたくないぞ。なんだこれ。はい。どうした？欠けてんのか。この大きな扉の奥からゼルダ様のオーラを強く感知しました。すぐそこにおられるものと推測。ちゃんとこういうボス戦の部屋の前にセーブあんだな。ハート取る必要なかったけど、まあ、いっか。とりあえず上に来ちゃったけど、なんかある？いや、これはさすがに届かんでしょ。また構えてる、勝手に。え、あれいけたのかな？めっちゃ怖いけど。あ、なんかいるな、あそこに。ちょっと、どこ行くの？なんかあるわ、だけか。いや、飛んでいいのか、もしかして。じゃあ飛ぶよ、俺。ママよ。あ、いけるやん、怖い。ちょっと待って、止まれ。一旦落ち着け。はい。え、怖っ。結構ギリギリだった。
いけるかな、これで。勝手にそういう動きしないでもらえるかな、リンク。ああ、いいんだ、いいんだ、いいんだ。じゃあ、あれも。あそこに宝箱があるから、これを取りに行けって話だよね。あれ、なんだ、ボス部屋の鍵だな。えい、ママよ。危ないよ、結構。もうちょっと下いよっか、リンク。下が結構わからん。どんなもんだこれ。結構ピンポイントで狙わないときつくない？てい！ああ、届かないやないか。ここか。ハート減ってねえ。どんなもんだ？もうちょっと下にいた方がいいのかな？リンクはどこまで下までだったら耐えれるの？ここかな？これ以上行ったら危険な気がする。危なーい！いい判断した今。止めるの結構重要だな、このゲームは。何かにつけてこのゲームって言ってるわ。いや、今までやったことないからな、こういう感じのゲーム。よし。なんか変な影なんだな、今作のは。金の彫刻を手に入れた、まべよい黄金で作られた奇妙な形の彫刻。表面に何やら模様が描かれていると。帰りは楽か。いや、楽じゃねえな。綱あたり結局すんのか。よし。なんか、誰今、反応？ヘルプか。マジか。そういう立体パズル的なことさせちゃうんだ。回転を戻すこともできんだな。こう？掴んで、こう。よし、来た。結構ジャイロが難しいな。ジャイロ苦手だときついぞ。開いた。ここで入っちゃうのかな？あ、入るんだったら先にセーブしてよかったかも。なにまばゆい。さっきのやつか。なんかしてんのか。なんで俺より先にいんだこいつ。ん？君はあの時の。いや、こっちは知らんのですけど。私の竜巻に弾かれながら無事な上、こんなところまで来るとはね。お前が竜巻の原因なのか。バイキンマン？もしかして。しかしまあ、どうでもいいんだよ。君なんぞは。用があるのはこの扉の奥から強い気配を感じさせている少女。我々が雲の上からこの地へ引き込んだ聖なる巫女。あ、大地の民か。ああ、自己紹介がまだだったね。失礼した。戦闘力53万。私は君たちが大地と呼ぶこの世界の現魔族長、ギラヒム。気さくに、ギラヒム様、と呼んでくれて構わないよ。デコハゲ。デコスケ。デコスケだな。もう完全にそうだよな。声優さんそうなんだろうな。ほう。この私の邪魔をすると君ごときがこの美しい私の行く手を阻むと
本来ならばあの少女はすでに我らの手中にあったはずなんだよ。だがもう少しのところで忌々しい女神の老兵にかすめ取られてしまった。女神の老兵？あの神殿で会った人かな。そのせいでね、私は今猛烈に強烈に激烈に気分が悪い。消えた。誰にでもいいから八つ当たりをしたくてたまらない。うわ、背後取られて気持ち悪い。ブチャラティまあとはいえ、君のような子供にムキになるのも魔族長としてどうかと思うからね。全治100年で許してあげる。それ以外にはまからないよ。え、マジ？俺こいつラスボスだと思ってんだけど。キモいな、 TM レボリューション。嘘、いきなり魔族長。ちょ、なんだこいつ。ファイギラヒム、詳細は不明ですが自らを魔族長と名乗っています。知能はかなり高いものと推定。邪悪で強力なオーラ感じますが真の力はまだ隠されているとも。あ、じゃあもっとも悔しく、腕に絶対的な自信が、認められます。マスターの剣を受け止めてしまうギラヒムの右手に注意が必要。さあ、もうやられたなそれ。マスターが剣を構えている方向を見て手を構えていると推測。手の位置とは逆方向からの攻撃を推奨します。さらに詳しく、現在提供可能な情報は以上です。ファイからマスターに報告すべき情報があるときは剣を光らせ、違った、剣を光らせお知らせします。下でファイをお呼び出しください。装備や環境についての情報が必要な場合は現状分析をお命じください。なるほど。なるほど、わかったぞ。スカイウォードには効かねえんだな、お前の攻撃。弱点はスカイウォードだ、お前。構えろ、手を。かわされたかわすんだよな、一定の距離に近づかないとダメっぽい。スカイウォードは大丈夫なのか、もしかして。あー、ダメか。たまたま剣がずれてるだけなのかもしんないな。なんだこいつの右手、気持ち悪いな。でもまだ一発も攻撃は食らってねえんだよな。やっぱスカイウォード効くのかな。OK。 あ、やべ、体力ない。あー、なんか出してきた。バイー。あ、なんか変なとこで止めちゃった。もっち詳しく。戦闘スタイルが戦闘開始時とは異なるものへと変化していることを確認。これまでの戦闘により若干のダメージを受けた、ためと推測。なるほど。あ、そう。全部跳ね返さなきゃいけないとかある？これもしかして今の。待って、ファイが何か教えてくれる。破損率拡大？なるほど、分かった。痛い。盾もう一丁持ってきててよかった。なんか目の前に来てくれたわ。オッケー、ナイス盾。オッケー、跳ね返した。
ッケー。オッケー。オッケーオッケー。楽しくなってきたじゃねえか。目の前に来る。もっと楽しませてくれよ。あー、盾壊れた。どこ行ったあいつ。デコスケ。行ってー。もらった攻撃。あぶね。オッケー。おお、楽しい。ふん、少しはやるようだね。けどそれは君の実力じゃない。その件に感謝しなくてはいけないよ。遊びが過ぎたかな。少女の気配が消えているとなればもうここに用はない。さようなら、空から来た少年。もう許してあげるから、二度と私の邪魔はしちゃダメだよ。どっか行っちゃったの、ゼルダ。てか、ボス戦こいつなのか、毎回。いつものモンスター系のボスじゃないんだろ。大物さん期待してたんだけど。へい。ハートの器。上限1個アップ。さらに全開。まあ、なんだろう、剣と剣の殴り合いは結構楽しかったけどね。あの意味わからん右手の攻防とかも。まあ、いきなり楽しめるボス戦だったな。あー、なんかツイッターで見たけど、これ、ブレスオブザワイルドにこの場所あるらしいな。力の泉だっけ？壊れてる場所がここと一緒らしい。うん。鳥、魚もいるな。釣りとかあんのかな？女神像がある。で、あ、じゃああれスカイウォード当てるやつじゃん。でよ、何？ここはなんかすごい聖なる雰囲気あるよな。マスター、これは遥かな過去、神々が使わしい言葉です。これより翻訳いたします。どうかお聞きください。勝手にメッセージ送りしないでね、ファイ。あ、わあ、よかった。我、時の彼方より女神の使命を持つ者、導きたり。なんでファイ滑ってんの？空より来たり、巫女、二つの聖地巡り、その身を清めたり。二つの聖地。ここ、展望の泉と、そして大地の泉。天と地か。なんでファイ滑ってんだろうな。次なる聖地、大地の泉は、炎の大地、炎の大地オルディンにある。大いなる使命を、携えし運命の巫女、ここよりかの地へ旅立てり。オルディンに行っちゃったってこと？フィローネから。あ、石板だ。またはめに行くのか、あそこに。紅宝珠の石板を手に入れた重い石で作られたかなり古いものだ。え、何今の間？え、なんで帰ったのにまた出てくんの？マスターリンク、先ほどファイが翻訳した言葉の通り、ゼルダ様はこの場所で身を清め、次なる泉の地、オルディン地方へ旅立たれた可能性 97%。 残りの 3% は？ゼルダ様がここからどのようにして移動されたかは不明。
なるほど、その移動方法は不明なのか。しかし先ほど手に入れた石板をスカイロフトにある台座に収めれば、新たな光の柱が大地から立ち上り、ゼルダ様の創作を続けることが可能と推測。外にあったモニュメントから一度空に帰りましょう。おお、誰？マチャかな？兄ちゃん、あれだっけ？探してたお姉ちゃん見つかったっけ？あなたは誰？誰って、オイラのこと忘れたっけ？マチャ悲しいっけ？オイラやっと仲間のみんなと会えたっけ？これも兄ちゃんのおかげっけ？お姉ちゃん見つかるといいっけね。それじゃまたっけ？そっちには何もないけど。